NHK 大河ドラマ、どうする家康で、織田信長役を演、る俳優の岡田純一さんが16日、信長が、天下統一、拠点とした、安土城跡が残る海八幡市で特賞に出席し、制作の舞台裏を語った。市、NHK 大津放送局が主催。会場となった、市文化会館は、抽選に当選した約1000人が、全国から訪れた。 16日、宋の27話では、安土城が舞台となり、信長が、家康、本順を招待して二人が対峙する重要な場面が、彼、23日放送の28話では、前半のクライマックス、も言える、本能寺の変を迎える。岡田さんは真、について、家康の兄や、師匠のようで、壁でもは、圧を出すことに注意したと振り返り、27話につって、信長が家康に、 どういうことを見せられるという点で、本能寺の変よりも大事な場面だ、思っていると明かした。残り257文字、全文607文字後、6から1ヶ月間は99円。